皆さんこんにちは、太田ゆいです。さあ今日はですね、何をやるかと言いますと、皆さんは見た皆さんは見た私さ、ちょっと朝からさ、しゃっくりが止まんなくて、収まるの待とうと思ってたんだけど、全然収まらないからこのまま撮ってるんだけど、すいません、今日ちょっとめっちゃしゃっくり出ちゃうかも。ちょっとお騒がせします。皆さんはジブリ美術館には行ったことがありますか？ジブリ好きの聖地でもあり、もう私もね、ほぼ毎月行くない、まあ、ジブリが好きな人にとってはもう聖地の一つだし、ジブリのことそんなに詳しくないよっていう方でも楽しめるね、もう歴史あるジブリ美術館っていうのがあるんですけど、でそのね、ジブリ美術館の窓がすっごくねおしゃれなの、皆さんご存知でしょうか？実はね、ジブリ美術館の窓ってステンドグラスみたいな感じになってて、まあすごくわかりやすく言うと、ちょっとこう教会っぽくなっているというか、もう多分一回行った人はこれめっちゃ真似したいって思うと思うんですよ。まあ私もね、何度となくジブリ美術館に行っていますが、行くたんびに見とれてしまうし、いつか自分のマイホームをこんな風にするのが夢だなと思ったりもするわけですよ。で今回はジブリ美術館のそんな窓を再現すべく、こんなものを買ってきました。じゃーん。はい、こちらはですね、Amazon で買ったんですけど、窓飾り用本格ステンド A3 番っていう商品をね、買ってきました。自分で好きなイラストを描いて、それをなんとステンドグラスにできるっていう商品らしいんですよ。今回はこれでジブリオタク太田ゆい、これにジブリの絵を描いて、自分だけのオリジナルステンドグラスをね、作っていきたいと思いまーすまあ、というわけでね、今回はこちらのステンドグラス作っていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、ちょっととりあえず止めます。息止めて飲んでみる。わ、すごーい。え、なにこれ、めっちゃペラペラ。これが色をつける素材ってこと？なるほど。色はですね、全部2枚ずつだ。12色入ってました。見た感じだけどポニョとかできそうな気がする。でこの色を使って、でいろんなジブリキャラを私は描いていきたいんですけれども、なのでまずはちょっと下書きをねしていきたいと思います。まあとりあえずね、私が登場させたいのは、顔なし とトトロもね入れたいんですけど、ちょっとチャレンジ的な感じで入れたいのが、ハクを入れたいんですよね。でしかもハクって人間の方のハクじゃなくて、竜になった方の、ハク竜の方のハクをね入れたくてですね、それをどう入れようかなという感じです。ちょっとやばい、思ってた以上にこれマジで難航し、はっ、ええ、ああやばい、しゃっくりが再発した。うん、嘘だろ、もうなんで。できたー。あー、やっと完成しました、下書き。ほい、こんな感じです。じゃーん。
結構詰め込みましたね。結局なんかちょっといろいろプラン変更して、ここでハクを入れる予定だったんですけど、ドーンと行ってこっちまでね持ってくることにしました。じゃああとはこのね下書きに沿ってカッターでねこの表面を削って、そこに色をのせていけばいよいよステンドグラスになっていくので、じゃあ早速やってみましょう。着色していきましょう。よし、はい、おお、めくれるめくれる。でカラーをつける。じゃん、おお、すごーい。なるほど、はい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 、こんな感じか。わ、すごーい。ちゃんとちゃんとさ、すごいよ、ほら、こうなるんだ。まあステンドグラスはもちろんガラスだから、これはね風になるんだけど、でもねすごく似た感じにできそう。これ結構時間かかりそう。まあ、今ねこんだけの面積やるのに1時間ちょいぐらいかなかかってるので、これは私マジで1週間ぐらいかかりそうな気がします。だからもしかしたらあんまり長尺の動画上がらないかもしれないこれやってるうちはさ他の動画撮れないからさ。もう私最近さ、まあ、よくショーツとかは更新するんだけど、まあ、前よりは長尺の動画がねちょっと減ってるとは思うんですよ。なんか最近さ私キャンプに行ったりとか1日かけて聖地巡礼行ったりとか、割とねなんかそのこう時間のかかる企画をやるのがさなんか楽しくなってきちゃって、そうなると私撮影とか編集とかも一人でやってるからさ、もう手が回んなくて、最近ねあんまり長尺の動画が上げれてないんですよね。わっはっはー、わっはっはー、わっはっはー、わっはっはー。もう私朝起きてから今日これしかやってないよ。なんかさ将来私もう家事ほっぽり出してこういうのやってても怒らない人と結婚しようなんかこういうさお仕事をさ許してくれる人じゃないと本当愛想尽かされちゃうよね。え、なんでご飯できてないのとか言われたら、もう私結構推し活でこっちとら忙しいんやって言ってしまいそうなんか最近ね、まあ、26歳なんですね私は。で26歳になってからめちゃめちゃ周りが結婚ラッシュになったんですよ。本当ここ去年一昨年ぐらいかな、でめっちゃくちゃ結婚ラッシュになったの本当に。で、まあ、そういうさ仲いい子たちとかが結婚したりとかすると、あーもう自分もそういう年かと思ってさ、まあ、いろんななんかこう考えさせられはするじゃん。でも私さその自分のさ将来像を想像した時に、もう絶対この私の趣味とかさ仕事のこととかもうちゃんと理解してくれる人としか私多分無理だと思って、こんなさ平日の昼間からさステンドグラス作りますとか言ってさ朝からずっとこんなんやってるのさ、許してくれる人じゃないと絶対無理だよ。でも別に私そのジブリ好きでいてほしいと思わないんですよ。一緒に釣りしてくれないと嫌だとかそんなことは全然なくて、それよりもなんかその人はその人でなんか趣味持ってくれてたらいいかも。そのなんかやっぱね推しがある人の方が気は合うんじゃないかなっていう気持ちはわかる。なんかこの推しに捧げたくなる気持ちを分かってくれる気がするから、推しは持っててほしいんだけど、それが必ずしもジブリじゃなくてもいいなぁとは思う。そのたまには聖地巡礼付き合ってくれるとかね、私がジブリパークで遊んでる間向こうも向こうで遊んでくれてても全然いいしなんか私が結構趣味を強制されるのあんまり好きじゃないんですよ。なんかよくさ例えばもののけ姫をねめちゃくちゃ好きだからこそ、私もののけ姫見たことないんだよねってなった時に、えそれは人生損してるわっていう人っているじゃんたまに。私あれ言われると結構ねおってなるのよ。なんかおなんて言いたいのかな、別になんかね私はジブリ作品を知って私の人生にすごくいい色を添えてもらったなとは思うんだけど、別にそれと出会ってないから人の人生を損っていうのはなんかね違う気がするのよ。そういうのもあって、なんか人には人の乳酸菌じゃないけど人には人の推しでいいなってめっちゃ思う
だからね、あんまりそこはね、強制したくないなと思うんですよね。まあ、ほんと微妙な違いなんだけどさ、ほんと人には人の乳酸菌だよね。はい、というわけで2日目です。今日はね、今ねこれスタジオに来ているんですけどちゃんと持ってきました結構ね進みまして、泡の部分とか見てもらったら分かると思うんですけど、こうやってなんかちょっと泡のね輝きを表せたりとか、結構ねいろいろアレンジができそうです。ちょっとどんどんやっていきたいと思います。はい、3日目でーす。目がよいしょ。さあ、というわけで完成しました。ここにですね、もうその完成品がねあるのですが、早速ね窓に埋め込みたいと思います。それでは行ってみよう。はい、というわけでこんな感じになりました。もう自分的にはもう大満足。すごい、1週間ぐらいかな私はかかりました。でも中にはその全く作業しない日とかもあったから、がっつり作業して1週間ってわけじゃないんですけど、仕事とか学校行きながら作るってなると、まあそれぐらいかかるんじゃないかなっていう感じです。でもあのね、すっごい楽しかった。なんか初めて作ってみたけど、自分のね好きなキャラクターとかをもう好きな場所に配置して自分で作っていくっていう過程がもうめっちゃ楽しかったから、まあ、これを飾ってね生活するのももちろん楽しいんだけど、ここに行くまでのねこのプロセスがめっちゃ楽しかったです。いやでもまだまだね、家の中に窓はいっぱいあるのでちょっとまた作ってみたいなっていう気持ちもあります。これね、あの普通に Amazon で800円ぐらいかなで買えるので、よかったら概要欄にリンク貼っておくので皆さんも作ってみてください。というわけで今回の動画も楽しかったなとかいいなと思ってくださった方は、いいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画で元気にお会いしましょう。またねー。